やっぱりお兄ちゃんが通ってる高校に行きたい。勉強頑張れよ。頑張るから勉強教えてほしい。落ちても僕のせいにするなよ。じゃあ昼間は私と勉強しようか。そっか、先輩妹いたんだよね。また思春期症候群の相談じゃなくてよかったよ。今楓ちゃんに英語教えてるところだから。私も頑張るから。待った楓、ちょっと手袋取ってみ。ダメって言わないで。私だって頑張れるから。私だって語れない、眠れない、呪いめない。頑張りたいのに怖いのが止まらなくて。もう一人の私の方がもっと頑張ってたじゃん。あの時泣いた分と同じだけ僕は嬉しかったんだよ。サクタはちゃんと楓ちゃんの帰りを待ってなさい。お兄ちゃんと同じ高校に行きたいです。それが楓の夢です。これが楓が叶えられなかった夢だから。やりたいならやりたいとこまで僕がやらせてやる。他の誰が反対しても。お兄ちゃん、私